やあ。せっかく生き返ったのに残念だったな。うわあ！この巻物にも歴史の改変が起こっています。あなたの力を貸してください。あったか！はめはめはやったー誰だ俺たちの派生に来たのなかなかの使い手のようだがやめておけ。向こうにいるあいつらの取り組み待機分かるか。今からあれを相手にするんだよね。そうだ、こんな雑魚と戦って終わりじゃないんだぞ。持っておけ。どうせ俺たちが負ければ地球は終わりなんだ。そうなったらどこへ逃げても結果は同じだ。戦いたいというなら好きにしろ。ザコが一匹増えたところでどうってことねえか。せいぜい俺たちを楽しませてくれよ。この歴史の栽培マンは強さだけでなく数まで増えているようです。とにかく栽培マンの数を減らしてください。わけにいい土だな。この栽培マン強いぜ。君の悪い奴らだな。そらそら頑張れ。こいつら結構できるぜ。この後にサイヤ人どもも控えてるってのに。急いでください。ヤムチャさん、ジャオズ、天津飯まで僕は早く来てくれ。大丈夫です。悔しいですが、なんとかここまでは歴史通り。情けねえ栽培マンだぞ。相打ちとはよ、あんなクズども相手に何やってやがんだ。
おい、汚いから片付けておけよ、このボロクズを。くそったれ。この色は栽培マン緑の色じゃ。おいおい、天然マンや人工マンまでか。そりゃいい、どこまでできるか見ものだな。俺たちの出番がなくなっちまうかもな。なかなかやるじゃん。俺の思った通り少しは楽しませてくれ。いいですよ、もう少しです。一気に倒してしまいましょう。いよいよ本番ってわけだ。さて、どいつから片付けてやるかな。油断しないでください。ナッパの体からも邪悪な気が感じられると思います。あの日に備えた人は戦闘力が格段に上がり、本来の歴史と違う行動をとる。死ねえ。どっちにしても同じことだ。強すぎる。 あまりにも強すぎる。悟空さんが来るまでなんとか時間を稼がなければなりません。クリリンさんとゴハンさんは絶対に守る。頭に来たぞ。あれだけ圧倒してるのにまだ倒れないなんて、なんて痛くなるやつなんだ。クリリンもゴハンも離れてくれ。あとはオラたちに任せろ。この二人なら大丈夫だ。俺たちは行くぞ。お父さん。ナッパめ手こずりやがって。カカロットは俺が相手をしてやる。わざわざ何しに来やがった、カカロット。まさかこの俺たちを倒すためなどというくだらん情報を言うことじゃないだろう。ピッコロ天津飯やめて。そして戦闘力がどんどん上がってやる。ナッパ、お前はそいつをとっとと倒せ。くそー。
俺は名門でのエリート戦士だ。貴様のような得体の知らない奴に舐められてたまるか。すげえ、本当にすげえぞ。この二人なら勝てる、勝てるぞ。なんだ、慣れやがったか。役に立たん奴だ父さん。邪悪な気に包まれて、あれはもう別人だ。ベジータもパワーアップしています。頑張ってください。よかろう、二人ま。ザルになったサイヤ人は戦闘力が人間の時の10倍にもなるのだ。そうか、やっと分かったぞ。じいちゃんを踏みつぶして殺したのも、武道会場をぶっ壊したバケモンっていうのも、バケモンの虎だったんか。これが大ザル、こんなに大きいとは。でもあなたの力なら倒せるはずです。ごはん、俺たちも行くぞ。あいつ、大猿になってやがるなんて。だが、やつの尻尾を切れば元に戻る。ごはん、あいつの尻尾を切るぞ。はい。おめえたち、尻尾を切るのはクリリンさんたちに任せましょう。クリリンさんとごはんさんを守って戦ってください。Come on!
切れたぞ。やったぞ、元の姿に戻りやがった。くっ、貴様ら、俺に怒らせてそんなに死にたいか。やった、大取りから逃げましたね。あたまにベジータを倒すだけです。逃がしてたまるか。なんで止めるんだよ。クリリ、いいんだこれで。ええ、この次はオラが、オラが一人で倒してみせる。ありがとな。やりましたね。歴史の流れが、それにしても、すでに定まった歴史が。誰かが、軸。どうもお疲れ様です。このお方はこの時の巣の主、時の海王神様です。この宇宙の時の流れを管理されているとても偉いお方なんです。あっ、こら、ときちょっとどこに止まってるのよ。とーとー、何怒ってるのよ。人の頭を踏んでおいて。とても偉いお方なんです。これでも。まったくもう。君。こんなですけど。ちなみにさっきの鳥は。足毛にされてました。さっきの戦い。ありがとうございます。一体。何、不気味な木を放つ。何を企んでいるの。時空を移動する。まずはそいつらを見つけるところからですね。